鈴木麗二は、日本の政治家、自治官僚、元愛知県知事、三重県三重郡戸田町生まれ、三重県立桑名高等学校、名古屋大学経済学部卒業、自治省に入省、愛知県教育長同県副知事を歴任する。1983年、愛知県知事選に、与野党愛の利候補として、立候補し初当選。 1988年10月11日の記者会見にて愛知県で万国博覧会を開催する構想を公表し、以降愛知万博開催の中心人物として活動を続けた。1991年3期目の当選。1994年5月29日、副知事の奥田信之が収賄の疑いで逮捕される。奥田は 愛知県公の森公園関連施設の建築工事など、愛知県が発注する建築工事や、愛知芸術文化センターの追加工事契約の予算執行に関して、1991年10月と1992年2月の2回、大成建設名古屋支店の副支店長と営業第一部長から、県庁内副知事秘書室で、計2000万円の賄賂を受け取った。鈴木は、 翌年2月に知事選を控えており、4選出馬は確実と周囲から見られている時だったが、身体が問われることとなった。鈴木は6月17日付で奥田を解職。それと共に、自身の監督責任を認め、知事の月給を3ヶ月間半額減給する条例改正案を6月21日開会の定例議会に追加提案した。11月18日、 奥田は、懲役2年6月、執行猶予3年、追徴金2000万円の一審有罪判決を受けた。同年11月30日、鈴木は4選出馬を表明。1995年の知事選では自民、新進、社会、公明の推薦を受け4期目の当選を果たした。愛知芸術文化センターの追加工事をめぐる、ゼネコンへの赤字補填疑惑は、 住民訴訟に発展し、住民らは1994年12月、工事を受け負った、大勢、大林、鹿島、清水、河野池、戸田、矢萩、小原、大井建設共同企業体、奥田信之寺政学県議、当時県総務部長だった青山江次元副知事らに、対し総額約30億円を県に返還するよう求めた。寺西は、 日高昇県議とともに体制建設が奥田に接近する際の橋渡し役を務めたとされる。2003年7月18日にようやく和解が成立し、被告は計10億円を県に支払うことになった。JV9 社の内大手6社が9億5250万円を地元3社が4750万円を払った。1998年8月4日、 鈴木は午前不出馬を表明した。記者会見では健康上の問題を理由に挙げたが、同年7月に行われた参院選、愛知県選挙区で自民党候補二人が共倒れしたことの衝撃が加わり、新しい時代は更新にの思いを強めたとも言われる。1999年2月の任期満了まで16年4期にわたって知事を務めた。知事在職中は、 中部国際空港建設や第二東名、名神高速道路の建設促進、岐阜、愛知地域への首都機能誘致など大型プロジェクトの推進に積極的であった。一方で愛知県の情報公開度ランキングは全国都道府県でも最下位レベルであった。2000年11月3日、君一等随法賞を受賞。2011年12月3日、 名誉愛知県民賞を受賞。ありがとうございます。